どうもみなさんこんにちは。ゆっくりレミリアと、ゆっくりサクヤです。今回はこのゴーストリコンの新作、ゴーストリコン、ブレイクポイントをやっていくわ。まあまだベータの段階ですけどね。そうね、一応単発の予定だけど、もしこの動画が好評だったら、製品版もしっかり実況していくわ。ムービーの方はスキップ用のコメントをしておくので、そちらからスキップしたい方はお願いします。それじゃあロード画面はカットね。ワールド 2.0 の発祥地アウロアへようこそ。私はジェイス・スケル。皆さんをお待ちしていました。革新、発明、創造をもたらすために招かれた皆さんには、この地で人生をかけた使命を果たしてもらいたいのです。この世界の果てで私たちは地球を未来へと導くためのツールを作ります。持続可能な経済、自然環境、安全な住宅、家族の安心、イノベーションが歓迎される社会。いずれ私たちは人々の記憶から消えますが、この地の成果が未来を紡ぐのです。皆さんの参加を歓迎します。共に明日を作りましょう。キャラメイクに入ったわね。ストーリーとしてはスケルテック社の島と連絡できなくなったので、そこを調査するということですね。スケルテック社は前作もちらっと出てたわね。そうですね。それでキャラはどうします？そんなのもちろん待たせたらスネーク。あれ、でもあまりに手に。はい、ということでキャラは作ったし、早速やっていこうか。髪型が残念。ほら、昨夜ムービー入るから静かにして。
ヘリが落とされましたね。ムービー終わってすぐで悪いんだけど設定いじらせて。あ、はい、了解です。よいしょっと、設定もいじり終わったし早速操作していこうか。それで、今はあのマーカーのところを目指せばいいんですよね。そうね、あそこに落とされたヘリがあるから調査するってところね。まあこの天才潜入者の私にかかれば、こんなミッション簡単よ。マリオでいうところの1の1ですし、前作やっておいて苦戦する方がおかしいかと。最近のマリオは1の1からクッパとか出てくるかもしれないわよ。ふっふっふ、お姉様は相変わらずバカだね。その声は。はいどうも、うぷ主が、あれ、昨夜じゃ立場的にきついツッコミできなくね。と思って追加されたゆっくりフランだよ。それは言うべきじゃないと思う。まあ確かに私メイドですしね。だからこれからは私がビシバシ突っ込んでいくよ。あれ？でもそしたら昨夜いらなくない？まあしっかり実況していきましょうか。ちょっと設定いじってるからカット。それで、今はどんな状況なの？簡単に言うと1の1にクッパが出るかどうかって状況ね。ああね、うん、マリオメーカーなら出るんじゃないかな。それより目の前で爆発しましたよ。敵じゃないですか。右下のマップに赤いモヤ出てるし間違いなく敵ね。まあそのマップも私が喋ると隠れちゃうんだけどね。お、いたね、ニシケ。二人か、どうするの、お姉様。とりあえず背後から近づいて戦おうかな。まあお嬢様のエイムを考えればそれが妥当ですね。うるさいわね。私はただこの銃にサプレッサーがついてないかもだから、念のため近づいてるだけよ。そういえば BGM ないんだね。BGM つけると雰囲気崩れそうじゃない？試しにつけてみましょうよ。そうね、じゃあミュージックスタート。この距離なら近接できそうって、待ってもうちょっとまともな BGM なかったの？どう考えてもこれがベストマッチだと思うんだけどな。いやいや、これじゃダメですって、早く止めてください。しょうがないな。多分雰囲気壊れるのは選曲のせいじゃないかな。あれ？これ死体がお持ち帰りできるようになってる。やったねお姉様、今日のディナーは豪華だよ。それお二方が言うとシャレになりませんからね。でもこれで倒した敵の死体を隠せれるようになったね。そうですね、これは結構ありがたい調整ですね。ちょっとカットしてヘリの近くまで来たわ。これは何でしょうね、開けるみたいですが。なんかのアイテムゲットできたりするのかな。そうみたいね、416をゲットしたわ。いいですね、早速使ってみましょう。どこを押せばいいのかな。あ、ご丁寧に説明どうも。これで AR を使えるようになったね。アタッチメントいじりたいからちょっとだけカットするわ。アタッチメントもいじれましたし、ヘリの様子を見てみましょうか。そうね、にしてもすごいことになってるわね。これ生存者いる。え、羽を使って飛べばいいんじゃないの。それは妹様とお嬢様しかできないことかと。さて、この人は気絶してるだけかもしれませんし、一応確認してますが。ダメみたいね、他の生存者は本当にいるのかな。まあいなかったらゲームとして。ああ、何も聞こえない。他にもヘリの墜落したところがあるみたいですし、行ってみましょう。にしても暗いな。これ明るさ調整フィルターつけた方がいいかな。なんでしょうねあれ。なんか暗い中で光ってる。猫の目みたいな感じ。いや、あれ銃のライトね。まあつまり敵よ。確かによく見たら人の形してるね。いや、街灯もないせいで余計暗いですね。視聴者さんにこの暗さのままお届けしたいっちゃしたいけど、さすがにこれじゃ見づらいか。まあそのあたりは出力後に調整できますしね。そうね、フィルターかかってたら暗すぎたって判断したってことね。あれ、目の前にまた箱があるよ。お、ほんとだ、今度はどんな銃かな。ゴーマーダーレイ。あ、うん、これでおしゃれできる、嬉しいな。銃だけが入ってるわけじゃないんだね。別にいいわ、この416さえあればなんとかできるもん。お、もう一個の落ちたヘリのところに来れたね。そうね、ここには生存者はいるかな。どうでしょうね、いるといいんですが。ストームクラウド11、こちらウィーバー、応答せよ。こちらウィーバー、応答せよ。反応はダメだ。敵襲だ。前作で仲間だった。ウィーバーが。というか確かウォーカーって人も仲間でしたよね。そんなことよりなんか警告出てるけど大丈夫なのかな。とりあえずチュートリアル見てみようか。
どうやら強い敵にはマーカーが出るらしいですね。それで、今目の前にいるのがその強い敵ってことね。暗くて全く見えないけどこれ逃げた方がいいね。そうね。最後のヘリのところに行こうか。最後のところに着きましたね。誰かいるかなって思ったけどいなさそうね。メデ、メデ、こちらゴーストリード。誰か聞こえるか？聞こえるわ、ゴーストリード。誰だ？味方よ。無線機はゴーストから借りた。そいつは生きてるのか？ゴーストリード、ホワイト、ラビットを追うか。レッドクイーンの仲間になるか。どんな状況だ？それはまた後、彼は今治療中よ。古い遺跡から伸びてる道を進んで、二つの滝に挟まれた山の中が目的地よ。わかった。ゴーストリードアウト。よかった。とりあえず他に生存者はいるみたいね。そうですね。字幕の名前がホルトでしたし、前作のお仲間さんで間違いなさそうですね。お、近くにまたアイテムボックスあるね。これでもしまた服が入ってたらこのゲーム引退するわ。発売前から引退ですか。さてと、中身はどんな感じかな。お、10じゃん。これで引退は回避だね。DMR の G28 ですか。これで遠距離用の銃も手に入りましたね。試しにスコープ覗いてみよっと。かなり倍率高いね。遠くの敵までしっかり見える。そうね。でも敵の数が多いし、ここから勝負を挑むのは無謀かも。まだ銃弾の落ち具合も把握してませんしね。あ、このゲームも偏差あるんだ。確かあったはずよ。だからどこかで試し撃ちしてみてもいいかもしれないわね。的なら目の前に5つあるじゃん。さらっと恐ろしいこと言いましたね。あの的は一発外すと面倒だからいや。あれ、お姉様もしかしてビビってるの？慎重なだけよ。慎重なだけ。こういうゲームは大胆かつ慎重じゃなきゃダメなのよ。ケアフォーでボードに行かないとエネミーにディスカバリーされちゃうからね。ああね、うんうん、ケアフォーね、知ってる。ベトナムの面的なやつでしょ。お、こんなところにマシンデンバードが。どっからどう見ても普通のバイクなんですが、発見される前にレッツゴー。でもやっぱバイクでこういうところ走るのロマンあるよね。そうね、まあ現実でこんなことしたらウプ主10分ぐらいで死ぬんじゃないかな。おっと、少し固まりましたね。データ版だから固まるのか設定のせいなのかどっちだろ。と、ここで前方に敵発見ですね。敵は2人ね、これだけならまあ簡単じゃないかな。特にここに用はないから寄らなくてもいいけど。どうするの、お姉様。アイテムボックスあるし寄っていこうかな。ルートが自由なところはオープンワールド系のいいところですよね。そうね、自分の好きな武器で好きなようにできるのいいわよね。友達がいれば友達ともできるしね。で、別に私は単独潜入の方が慣れてるし。え、別に何も言ってないけど。あ、うん、そうよね。と、そんな話をしている最中ですが敵をどちらも倒せましたね。さて、今度はどんな銃かな。そろそろ SMG とか欲しいな。あ、そういうこと言うと。何の役に立つかもわからないお金ゲットした、やったー。まあそれで銃が買えるかもしれませんし、いいじゃないですか。昨夜もお姉様の慰めかかり大変だね。うーん、車に乗ると結構カクついちゃうし、設定見直した方がいいかなー。製品版でもこの調子だったら見直すべきですね。あれ、目の前にいるのって敵じゃない？え、どこどこ？空気中の二酸化炭素が見えるせいで見えない。それでよく今までプレイできてましたね。うーん、どうやって突破しよう。もういっそのこと正面から撃ち合っちゃおうよ。そうね、たまにはそれぐらい思い切って行った方がいいかもね。お、珍しいですね。基本スニーキング優先なイメージだったのですが。まあたまにはね。よし、ここから狙って。1人、2人、3人、4人、1人。思ったよりこの銃威力低めなんですかね。そうかもしれないわね。もしくは肩越しで撃ったから弾がブレたのかもだけど。でも増援を呼ばれることもなく敵はよく倒せたね。そうね、じゃあ味方がいるところまで移動するからもう一回カット。到着。というよりは目的地周辺って感じだね。というか今更ですがこのゲームの説明とかしなくていいんですか？あ、完全に忘れてたわ。でも私もこれ初回プレイだし説明できるほど知識ないのよね。だからまあ、気になる点があったらコメントお願いしますってことで。丸投げしたな。基本的にはサバイバルゲームな感じかな。それで武器とか回復アイテムとかを現地調達して戦うって感じ。あとはまあ、シリーズ化するときに説明するわ。すごく雰囲気のいい洞窟だね。でもこんなところに隠れてるのってなんか悲しいな。なんでしょうねこれ、壁。カーテンみたいなものですかね。そうみたいね。お、ムーディー入るわ。そこで止まれ。誰だ？招かれた。お前たちは。またか。そのまま引き返してもらってもいいんだけど。気が立ってるんだ。な。銃には気をつけてくれよ。
エレホンで発砲はまずい。エレホンとは？洞窟、そう呼んでる。こっちよ。なんか今ムービー入る瞬間バグったような。というか隣に誰かいるよ。誰だろこの人。どうやら MMORPG のように他のプレイヤーが表示されるようですね。よし、洞窟進んでいこうか。そしてかなりカクついたから一旦カット挟んだわ。ここ、すごいですね。なんというか、神々しいです。PUBG にこんな感じのところあったよね。洞窟の中の村、すっごいロマン感じるわね。ここがおそらく今作の拠点、といったところでしょうか。多分そうなんじゃないかな。でも他にもこんな感じの場所あるかもね。お、次の目標マーカーがこの坂の下にあるね。これ他の人もいるのいいわね。生き延びたゴーストという設定ですかね。それにしては数が多いですけどね。ヘリ4機じゃこの数は乗れないだろうな。お前ら無事だったか。無事なのは俺たちだけだ。無線もない、ドローンも。あるのはライフルとマガジン8本だ。ここの住民は水と、あと物資を持っている。すごい場所だな。まったく。驚いたよ。友好的な人たちだが、こっちの動きは見張られてる。墜落の理由はわかるか？まったく。でも敵がいることは間違いない。ウルブズを名乗る部隊と遭遇した。相手は誰だ？まずは俺が相手になる。ここのボスか。名は？コールサインはノマドだ。作戦の指揮を取っている。作戦とは、あのとんでもない事故のことを言うのか？ねえあんた、仲良くやってる？なぜ空から兵士が降ってきたのか、理由を確認してるんだ。島の近くで海軍の輸送艦が沈められた。アウロア軍島との連絡が途絶え、調査するために俺たちが派遣された。だがいきなりヘリを撃墜されて部下の半数が死んだ。おそらくだが軍の乗っ取りってやつだ。センティネル、その軍事会社が戒厳令を敷いた。この島にな、昔ながらのやり方で取り締まっていやがる。スケルテックはハイテク製品を作ってるけど、その製品は兵器ばかりね。ジェイス・スケルの言ってた自由の楽園はどこに行ったのかしら。ジェイス・スケルはどこに？ああ、スケルテックのトップのことか。ああ、スケルは見てないが、ヤツのドローンが島を監視してる。ジェイスも関わっていると？わからないけどね。ああ、ならそのあたりも調べておくか。負傷した仲間に会えるか？ええ、仲間を落ち着かせてくれる？お願い。終わったら来て、ここを案内するわ。ムービー見て思ったんだけどさ。どうされました？この髪型似てない？ストーリー進めるよりキャラメイク優先ってさすがお姉様だね。気になったからね、仕方ないね。よし、調整終わったしストーリー進めようか。次は前方のところのマーカーですね。にしてもここの雰囲気幻想的だな。そうだね。でもなんでこんなところで暮らしてるんだろ。その謎もストーリー進めたらわかりそうですよね。てこの人。ホルト。おい、大丈夫か？ノマド、誰が助かった？お前は休んでろ。俺が何とかする。このスーパーヒーローめ。このスーパーパワーを。
ミダスがいない。だがウィーバーは。お前は休んで任せておけ。ワスプは。まあ通信封鎖で船との連絡が取れない。シュルツに話してみる。船がいる。あの大男なら持ってそうだ。心配するな。すぐ戻るから。行け。やっぱりホルト。前作の仲間だった人ね。そうですね。と、ここでこのミッションはクリアですか。今作はマルチ以外では単独潜入になるのかな。どうなんでしょうね。ですが今のところそんな感じですよね。まあ今回はミッションも終わったしこの辺りで動画終わろうか。この動画が好評だったら製品版の実況もするからそっちも見たい人はコメントしてね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。3、2、1。チャオ。